須川は1973年に女優の浅岡幸二と結婚。結婚後すぐに一人娘に恵まれ、須川は不倫のイメージを払拭するべく真面目に働き出すも、またも不倫騒動を起こす。1974年には長女の真由子さんが略取され、身代金500万円が要求された。真由子さんは無事に保護されたが、事件の影響か、一人娘の真由子さんを溺愛しており、もし彼女に恋人ができたとしても、私はその彼氏を好きになれるはずがないと断固として娘の恋人を拒否し続けていた。40代の頃、伊丹十三監督との出会いが転機だったと振り返る。どんな状況でも自然にセリフが出てくるよう、2週間かけて臓腑に叩き込むことを覚えた。それまではチャランポランだったが、役者は努力しなくてはダメだということを教わり、プロの役者と言える男になったと思う、と話した。